うむ、みんなご苦労じゃったな。協力者が増えたのは実に喜ばしいこと。うん、なんじゃ。うん、人格とシステムプログラムの融合、そういうことも起こりうるのか。確かに私は長期間の自律稼働が可能なように設計した。とはいえキャラクターがこのような方向に変化成長するというのは実に創造主気取りですか先輩。そんなつもりはないよ。それなりの考えを覚えはするがね。ああ失礼、カーディナル君だったね。私はヒースクリフ。大まかな事情はアリス君から説明を受けている。この事態の解明および収集については協力できるだろう。うん、よろしく頼むぞ。まずは現在わしらの置かれている状況について整理することにしよう。ちょうど新しい情報も入ったことだしな。うん、ガラクシアシステムの運用試験をしていたテストルームか。なるほど、そこからシステムにアクセスすればこの異常事態についてより詳しい情報を得ることが可能かもしれない。それにしてもスタッフが殺されていた。誰が何の目的でそんなことを目的があるとは限らないぞ。やりたいからやる、そういう人種もいるかもな。でもこの状況でテストルームを見つけ出してたどり着いて情報を手に入れたってすごいことよね。その協力者ってどういう人なんですか。本人は探偵とか言っておったの。探偵、実在する職業だったのか。またまた、ガラクシアの開発会社とは取引があったそうじゃよ。そやつは VR ワールド内での流行の調査、分析、助言などを生業としておってな。開発元からの依頼を受け、公開前から協力していたらしい。つまりはコンサルタントみたいなものか。オーディナルスケールの時もそういうスタッフがいたな。私の外見デザインや演出にアドバイスもらったよね。私とカーディナル様がここに飛ばされてきて最初に会ったのがその探偵だったの。 VR 世界についての知識が豊富で情報収集にも長けていたから力を借りることにしたのよ。ま、いずれもっと詳しく紹介する機会もあろう。それより今はお主らに働いてもらわねばならん。その探偵の見つけた手がかりを実地調査すればいいのね。うむ、ガラクシアのシステムは一度調べておくべきじゃしの。何かがわかるかもしれん。というわけで次の目的地はテストルーム。わしも一緒じゃから道中の護衛は頼むぞ。え、カーディナル様も同行されると危険ではないのですか。今のわしは戦闘能力を失っておる。ま、安全ではあるまいよ。とはいえこの状況で安全な場所などどこにもなかろう。外からシステムにアクセスするのが難しい以上、調べるためには現場に行く必要があるのでな。しかし大丈夫だよ、こっちの人数も増えたしみんなで守ろう。わかりました、一緒に参りましょう。うむ、よろしく頼む。指定された場所はこの辺りだよな。特に何事もなく着いちゃいましたね。うーむ、右田と左子が活躍できず残念なような、ほっとしたような。危険も苦労も少ない方がいいわよ。その協力者の探偵さんは
近くにいるの？いや、あくまでお互い可能な範囲での協力という取り決めだな。あやつにはあやつの目的があるらしい。合流は難しかろ。ま、テストルームへの道を開いてもらったことだけでも感謝せねばな。さて、この辺りに。このシステムコンソールから ID とパスコードの入力出た。あ、向こうにドアが出た。この中がテストルームかな。扉の向こうから特に物音は聞こえないな。人の気配なし。でも油断もなしでね。探索のセオリー通りにやりましょうか。ある程度の装甲と近接戦闘能力のある人は前に出て、そうじゃない人は少し後ろで待機。カーディナルさんの護衛と後方の警戒をお願い。準備は良いか。扉を開けるコマンドを送るぞ。何も出てこないよな。前衛そのまま中に入りましょう。安全が確認できたら後ろも続いて。デッドか。こりゃまた派手にやられてるな。あらかじめ情報を聞いてなかったらびっくりしたでしょうね。もちろん分かってても気持ちのいいものじゃないけど。そういえばアスナはこの事態に巻き込まれてからこういう光景は見てないの？こういうって誰かが殺されているような？うん、実は僕たちカーディナルさんと合流する前に何者かにやられたプレイヤーを見てるんだけど、どうかな、アリス、シノン、似た感じだと思わない？そうですね、同じような印象です。人間サイズの相手に人間の武器でやられたように見えるわね。以前に見たのと一緒。ここでテストプレイヤーとして協力してたやつが一人行方をくらませてるって話だったよな。ってことはやっぱ PK？ そいつが犯人？あまり先入観を持たない方がいいわ。例えばモンスターの侵入を許してしまったという可能性だってあるんだし。それらを含めてこれから調べていく。ログの類が残っているということじゃから何かしらわかることもあろう。さて、お主らの中に VR の技術者やプログラマーはおらんかの？わしの知識は少々偏っているのでな。システムログやデータ類の解析を手伝ってもらえると。なんじゃ、視線が一人に集中しておるな。お主ヒースクリフじゃったか。心得があるのか？多少は。私でよければ手を貸そう。スゴ、いや、オベイロン、君はどうかね？やりますよ。モンスター相手に戦わされるよりはいくらかマシな仕事だ。僕たちもいいですか？ユナはサポートできると思いますし、僕も雑用くらいなら。はい、手伝うよ。ありがたい申し出ではあるが、構わないのかね？正直あなたに対しては複雑なものがありますよ。ただ足を止めるよりは前に進むことを選ぶと決めたので。じゃあ私たちは交代で見張り番をしつつ休憩ということにしましょうか。了解。
どう？今のところ異常なし。モンスターの姿もないよ。交代しようか。中の調査まだかかりそうだし。平気平気、僕は難しいことわかんないし、見張りくらいしかすることないからね。まああの人たちに比べたらみんなそうでしょうけど。アスナはもう大丈夫なの？記憶混乱してたんでしょ？うん、もう大丈夫と言えればよかったんだけど、正直なところまだ少し怖いわね。怖い？記憶や認識がおかしくなるというのは、今自分の見ているもの、感じていることすら信じられなくなるわけだから。例えば今こうして話している勇気は幻じゃないのか、本当にそこにいるのかとか。勇気、あなたは僕はアスナとこうして話せてるってだけで嬉しいけどね。幻かどうかなんて関係ない。僕が今そう感じているんだから、この時間やこの感情は真実なんだ。それじゃあダメかな？うん、そうよね。あら、どうかした？今あっちに人影が。女の人かしら？アスナ、後ろ！モンスター、どんどん集まってくるよ。なんて数。手の空いている人は全員こっちに集まって、テストルームを死守します。精一杯頑張るね。アスナ、一緒に戦えて嬉しいよ。アスナ、いつも通りお願いね。先行、俺の邪魔はさせんぞ。
リス、大事なかったか。ええ、皆無事です。どうにか敵も撃退できました。ただモンスターの他に怪しい人影があったとかで、今アスナとユウキが後を追っています。うん、それは気になるが、二人だけで行かせるのは危険ではないのか。とはいえこちらの守りもおろそかにはできませんので、彼女たちなら滅多なことでは遅れを取らないかと。信じて任せるしかないか。それにしてもすごい数じゃったな。確かにあの規模の群れはここに来てから初めて見ました。私たちを発見し一斉攻撃を仕掛けてきたということでしょうか。ただだとすると、うむ、意図や知性、統率者の存在を感じるな。このテストルームを調べられると困るということかな。まさか例の探偵からの情報にあったという行方不明者でしょうか。確か風花とかいう。なんとも言えんな。まだ情報が足りぬ。そういえばこの部屋の調査はいかがです。何か分かりましたか。うむ、解析に先立ち、まずは可能な限りのデータを取得しようとしていたのじゃがな。残念ながら相手に一本取られたようだ。つい先ほどここのシステムの大部分がロックされた。どういうことです。ログの閲覧やガラクシアのシステム修復も含め、あらゆる操作ができなくなったということさ。これでテストルームを調べる道は閉ざされた。システムロックのコマンドは我々が扉を開けるのに利用したあのシステムコンソールから実行されているようだ。モンスターの大群で注意を引きつけている間にあそこから操作しデータを封印したということだな。つまり何も得られなかった。ゼロというわけではない。ロックがかかる前に取得できたデータも多少あったからな。そちらはこれから確認する。とはいえ徹底的に調べるという当初の目論みからすれば期待外れの成果じゃな。くそ、腹立たしい。本当にあんたにもどうにもできないのか、カヤバ先輩。私はこの世界における管理者権限を持っていない。対処を試みることは可能だが、あまり期待はできないだろうな。ロックをかけた張本人らしき人物を追っているというアスナ君たちに期待したいところだが、さて。待ちなさい。やっ、二人を相手にしてしのぐって君の方も相当な腕だと思うよ。あなた、お名前は。さっきテストルーム近くのコンソール操作してたわよね。目的は何。少しだけでもお話できないかな。その方がお互いのためだと思うんだけど。状況が状況だから
このままだともう少し手荒な真似をすることになるわよ。あなたはあのテストルームの関係者、中が今どんなことになってるか知ってるの？そっか、あれを見たんだ。アバターが倒れてるだけだけど、なかなかリアルで刺激的な光景だったでしょ。感謝してくれていいよ。まさかあの人たちを手にかけたのは私だよ。モンスター、あ、待ちなさい。どういうこと？あの子が犯人なの？自分ではそう言ってたけど。ああ、でも今はそれより、こいつをどうするか考えないと。お弁当持っていこうかな。アスナ、一緒に戦えて嬉しいよ。やれやれ、どうにか間に合ったな。キルト君。よう、アスナ、大丈夫だったか？ありがとう。あ、どうした？ごめんなさい、キルト君の顔を見たらほっとしちゃって。いろいろあったの。とにかくキリト君に会えてよかった。ああ、俺だって同じ。仲がいいんだね。それ自体は素晴らしいことだと思うよ。うん、ただそうね、ちょっと時と場合とか周囲の目とか考えた方がいいかななんて。みんな助けに来てくれたんだね。はい、ママ大丈夫でしたか？深刻なダメージなどは。ええ、平気。ありがとう、ユイちゃん。敵はあれで全部？打ち漏らしが潜んでたりしないかな？うん、もういないと思う。援護してくれて本当に助かったよ。
でもどうしてここに？詳しい経緯は後で話すよ。そっちは二人だけなのか？いえ、もっと大勢で行動してる。私と勇気はちょっと不審者を追っていて、とにかくみんなのところに案内するわ。ついてきて。すごく久しぶりに会えた気分だわ。しかし大勢引き連れてきたもんだな、キリト。一気に仲間が増えたな。賑やかになってよかったじゃねえか。やはりお前もこの世界に来ていたのですね、キリト。無事で何よりです。まあお前なら滅多なことはないと思っていましたが。そしてユージよ、お前も久方ぶりですね。アリス、そうか、君も巻き込まれていたんだ。いや、キリトやアドミニストレーターもいるんだから不思議なことじゃないのか。何はともあれ、こうしてみんなと合流できてよかったよ。もっとも何か言いたいことでもあるのかしら、おちびさん。ないわけがなかろう。今回のこの異常事態、すべてお主の画策だとしてもわしは驚かぬ。あらあら、傷ついちゃうわね。私純粋に巻き込まれただけだというのに。素直に休校を温めるわけにもいかない。複雑な関係のやつもいるようだけどな。確かに。ヒースクリフ。しかしその点は君も同じではないかね、キリト君。因縁ある相手が集っているようだな。こんにちは、キリト。よ、ユナ。君も来てたんだね。会えて嬉しいな。ああねえ、キリト君、ちょっと近くないかしら。あらら、まあそれぞれの人間関係ってやつがあるんだろうけど、でも今は棚上げだ。優先するべきことは他にあるだろ、カーディナル。その通りじゃな。キリトとあと幾人か、こちらへ来い。他の者が再会を喜んでいる間にお互いの持つ情報を交換しておくとしよう。外見聞いた感じ、その風花さんで間違いないと思う。じゃあ風花さんがここに現れてシステムをロックして、しかも自分がスタッフを PK したと宣言して逃げたと。マジか。ちょっと待って。だとするとつまり風花さんは私たちと出会う以前にここのスタッフさんたちを手にかけシステム異常を引き起こしていたってことになるよね。入室記録のログなどから判断してもその可能性が高い。確定的な証拠はないからあくまで今のところはだけどね。そんな風花で、でもおかしくない？風花さん、テストルームに連れて行ってほしいってお兄ちゃんたちに依頼したんでしょ？な
んでわざわざ人を連れて戻ってこようとするの？いや、違うぞ。確か正確には…で、ところで、キリトとクイナラにお願いがあるんだけど、もしよかったら、私たちのボディーガードをしてくれないかな？そうですね。確かに、道中一緒にいてもらえると心強いです。道中ってことは、どこか目指す場所でもあるのか？テストルームに帰ることができれば、一番いいと思ってるんですけど。ですよね、フーカ。そう。あの時、テストルームに戻りたいって言ったのは、フーカじゃなくて、ネージュだ。フーカとしては戻りたくなかったけど、ネージュの手前、拒否するのも不自然だと思ったのか。だとすると、探索の時も、俺たちがテストルームから遠ざかりを誘導していた？そういえば、よく偵察に行って、進行ルートを確認していたけど、それに、テストルームの惨劇を引き起こしたのが風花だとしたら、もしかして、リーバたちに PK を疑われてたのも、単なる濡れ衣じゃなく、何か関与？何冷静に分析してるのよ、お兄ちゃん。冷静なわけじゃないさ。ただ彼女には何かあると推測はしていた。まあそうだな。風花に関してはちょっと引っかかることがあったから。もちろん彼女が犯人だと決めつけるつもりはないけど、自白した上に姿を消してるんじゃない？まず話を聞いてみたいところなんだけどね。さて、ネージ君だったか。このテストルームで開発のサポートを担当していたのだったね。そうです。君は彼女風花の行動やその意図は把握していなかったということで間違いないかな？はい、もちろん。ならばそれを前提として話を進めよう。君ならこのテストルームのロックを解除できるかね？ごめんなさい、無理だと思います。私は今ガラクシアに関連するあらゆる権限を失っていますから。なるほど。では次に事の経緯を聞かせてもらいたい。この騒動の最初から順を追って君の知っていることを話してくれるかな？わかりました。と言っても話せることは多くないんです。気がついた時にはもう風花とよくわからないマップに転移させられていて、途方に暮れて二人でうろうろしていたら、風花が他のプレイヤーさんに絡まれて、そこをキリトさんたちに助けてもらって。そこまで。え？さて、今の話どこがおかしいか君は自覚できたかな？おかしいって？ネージュ、ヒースクリフはこの騒動の最初から順を追ってと言ったよな。で、今風花にかかっている疑いは、スタッフを手にかけた後ガラクシアのシステムをいじってわざと異常を発生させたんじゃないかってものだ。はい。以前聞いた風花の話によると、システム異常の後に強制転移が起きたんだったよな。そうですけど、それが？だとしたら話の視点がおかしいと思わないか？つまりどうして君は強制転移をこの騒動の最初と認識しているんだろう？その前、テストルームでことが起きたとされている時間帯に風花や君が何をしていたのかという話がすっぽり抜け落ちてる。これって不自然じゃないかな？え？いえ、覚えてます。覚えているはずです。あのことはテストプレイヤーの仕事を始めた時、友達になってスタッフさんたちに、そんなひどいことするはずなくて、でもあの子が強制転移の前に何をしていたかという記憶は、私はネージュちゃん、まず心を落ち着けて。
焦る必要はないわ。テストルームで何が起こったのかという部分だけ記憶が抜けているのね。そしてそのことに今この瞬間まで気づいていなかった。はい。ふむ、アスナ君たちが陥った偶発的な認識の混乱、認識汚染とはまた別物のようだ。ネージュ君の記憶は範囲を選択限定した上で消されている。権限を持つ者による操作と考えるのが妥当かな。つまりどういうことなんですか。記憶と認識を操られておったということじゃよ。おそらくはその風化というものによってな。